にちは。俳優の神田正輝さんが MC を務める旅情報番組朝だ生です旅サラダの生放送で、神奈川小田原で見つけた伊達巻を実食して、この伊達巻って日本酒飲みたくなんない辛口のと調子を取り戻した姿を見せています。神田さんをめぐっては、昨年春頃から週を追うごとに顔が痩せ細り、以前と比べてげっそりとした姿に心配する声が高まっていました。昨年11月には体のメンテナンスを理由に神田さんが同番組を長期離脱、詳細は明かされないまま9週連続で欠席後、今年1月27日に77日ぶりの番組復帰を果たしていました。神田さんは2021年12月にまな娘の神田沙也加さんを亡くしました。その翌週の番組でも休むことなく出演し、気丈に振る舞っていましたが、次第に痩せ細っていく様子が目につくようになりました。神田さんの激痩せが話題になったのは2023年4月頃からです。それまでも徐々に痩せていましたが、4月の放送では一気にやつれた姿になっていました。3月7日放送では若干白髪が増えつつも、まだかっこいい姿でしたが、わずか1ヶ月後の4月15日放送では別人のように変わり果てていたのです。そして現在に至るまでさらに痩せ細る一方だといいます。当初は沙也加さんを亡くしたショックによる一時的な衰弱かと思われていましたが、痩せ方が尋常ではなく、大病を抱えているのではないかと囁かれるようになったのです。神田さん自身はこの激痩せの原因をファスティングによるものだと説明しています。ファスティングとは半日から数日の間固形物を口にせず水分のみを摂取する健康法で、ダイエット効果やデトックス効果が期待できるとされています。しかし神田さんの場合以下の理由が考えられています。健康に気遣っている、年齢的に食が細くなった、見つかっていないけれど病気、一つずつ見ていきましょう。理由の予想1、神田沙也加さんの訃報をきっかけに健康に気遣っている。神田正輝さんはスポーツの腕前がプロ並みだと言われています。特にスキーやゴルフに関しては関連した仕事を行っていた時期もあるほど、そのため人より食事に関して意識している可能性も、また神田沙也加さんの死が関係しているとも考えられます。神田さん本人が2023年8月に1年半ほど前からファスティングを行っていると発言しています。ファスティング開始した時期は2022年2月、その2ヶ月前に神田沙也加さんは死去。神田正輝さんの中で何かが変わってしまったのかもしれません。理由の予想に、年齢的に食が細くなった。神田さんは現在73歳、2024年4月現在十分高齢と言って良い年です。そのため自然に食欲が落ちるのも十分ありえますね。食欲が落ちているのをファスティングと言ってごまかしている可能性が考えられますけれど、旅サラダ番組内では試食している場面もあるので、完全に食べられないわけではなさそうですし、最近では完食しているという話も出ているので、回復してきているのかもしれませんね。理由の予想3、見つかっていないけれど病気。ファスティングを行っているにしても神田さんはかなりの短期間で変わってしまいました。ネットではこのような意見もあります。80歳で癌を患って亡くなった父の痩せ方と似ているので、どうしてもあの見た目は気になってしまう。自分が知っている同年齢の方々に比べてちょっと痩せすぎな気もするし、番組での声や話し方を見聞きしていると割としっかりしている感じがするので、大丈夫なのかもしれないとは思いつつ、他人が気になるほどの痩せ方をするファスティングが正しいのかは気にしてみてほしいな。急激に痩せ、癌の痩せ方と似ているのでそう考えてしまう。痩せ方が病気を患っている時に似ているということですね。神田さん本人は至って元気とおっしゃられています。しかし単に病気が見つかっていないだけなのではと勘ぐってしまうのも事実ですね。番組関係者によると、少しずつ回復の兆しは見せているものの、万が一のためスタッフは感染症対策として神田さんとの接触を最小限に抑えているとのこと。しかし最近は痩せていた方や首周りも少しずつ元気な頃の姿に戻ってきているそうです。番組では毎回ご当地グルメが用意され、
神田さんだけ完食するほどの食欲だそうですよ。愛煙家の神田さんにとって、喫煙室でタバコを吸うこともストレス解消になっているのだとか。また番組に出演するゲストは神田さんの会いたい人を候補に挙げるそうで、普段なかなか見かけない豪華な顔ぶれが実現するのは神田さんの人望の厚さゆえなのでしょう。神田さんは2023年11月、体調不良を理由に番組を欠席。その後、体のメンテナンスのためしばらく休養に入ることが発表されました。休養に入って1ヶ月が経った今も詳しい状況は分かっていません。離婚した元妻の松田聖子さんとも別居しているため、身の回りの世話をしているのは40年来の付き合いがある銀座のクラブのママだと言われています。その女性の名前はジェイコママ。銀座の老舗クラブ高田のオーナーだそうです。神田さんとジェイコママの出会いは、神田さんが夜の街で遊んでいた頃だったとか。かなり親密な間柄で、神田さんの車でゴルフに行ったり、部屋も一緒だったという情報もあります。ジェイコママは現在銀座のビルの2フロアでクラブを経営しているそうで、かなりの実業家でもあるようですね。そんなジェイコママが神田さんの闘病生活を支えているのだとか。神田さんの本当の病状を知っているのはこのジェイコママだけなのかもしれません。神田正輝さんといえば、さやかが結婚して幸せになるまで自分は結婚できないと再婚しない理由を語っています。娘の幸せを一番に願っており、娘が結婚して幸せになるのを見届けてからでないと父親である自分は結婚しないといった覚悟と親心が隠されていたのです。この心意気と神田正輝さんの子供を思う気持ちには本当に頭が上がらない限りです。最高の父親ではないでしょうか。だから現時点まで再婚していなかったのですね。その背景には思わず誰もが感動することでしょう。ここで神田正輝さんの再婚相手や過去の彼女の熱愛情報も深掘りして、神田正輝さんの再婚相手や再婚しない理由や背景について考察していきましょう。神田正輝の再婚相手、奥さん、もしくは彼女として噂になった一人目を見ていきましょう。一人目は岡田由紀子さん。岡田由紀子さんは元アイドル歌手です。人気絶頂の中にいましたが、自死を選んでいました。1986年4月8日には帰らぬ人となってしまっています。各種の新人賞を総なめにまでしていたタレントであり、ポスト松田聖子との呼び声も高かったほどの人物でした。岡田由紀子さんの自死の時期は1986年、対して神田正輝さんと松田聖子さんとの結婚は1985年となっており、このタイミングから神田正輝さんとの関連性が非常に高かったのではないかと当時から噂をされていました。2人目は池上紀美子さん、女優です。経緯としては、松田聖子さんと1997年に神田正輝さんが離婚してから7年後の2004年に名古屋の舞台で池上紀美子さんと共演し、宿泊先のホテルで密会をしていたことが報じられていました。この報道については、実際には神田正輝さんも池上紀美子さんもどちらも離婚経験者であるという共通点から、勝手に再婚の噂が流れてしまっただけのようでした。しかも2004年のこの時には神田正輝さんには半同棲している彼女がいるというスクープがあり、池上紀美子さんとは浮気になるのではとも言われてしまった件でした。しかしその後での再婚報道は行われていません。3人目はクラブママのジェイコさんです。2004年の時に神田正輝さんと半同棲している彼女が、噂になっていたご本人がクラブママのジェイコさんであるとされています。先述した身の回りの世話をしている方です。ちなみに2010年12月27日の記事では、10年くらい前からジェイコママと深い関係になっていたとも報道されていました。次の4人目に噂されている長谷川理恵さんとの関係が報じられた時と重なっている期間があるため、10年以上という期間からも非常にジェイコママとは仲が良かったと思われます。4人目は長谷川理恵さんです。なれ初目は神田正輝さんが出演している朝だ生です旅サラダに長谷川理恵さんがゲスト出演したことがきっかけで交際が始まったものとされています。2010年12月に長谷川理恵さんが神田正輝さんの自宅に泊まっていたことを、
スクープされたことで発覚しました。市からもこのお泊まりスクープについては神田正輝さん、長谷川理恵さんの双方が認めている発言をしているので、交際は事実であると言えますね。その後も長谷川理恵さんと神田正輝さんのデート現場は目撃されており、長谷川理恵さんは結婚までを視野に逆プロポーズをするほどの熱意だったとされていますが、神田正輝さんは明確に答えることはありませんでした。上記の神田さんの動きから再婚までには至らなかったのでしょう。その際、以下の理由を神田さんが述べていたからと伝えられています。さやかさんが結婚して幸せになるまで自分は結婚できない、親としての義務を果たすまでは自分のことは二の次と考えていたようです。上記からも関係は長く続かず、2012年の1月に長谷川理恵さんと神田正輝さんは破局しています。5人目は三船美佳さんです。この熱愛が発覚した経緯は、2016年にスポニチが三船美佳さんと神田正輝さんの熱愛を報道したことがきっかけです。しかしこのニュースはデマであったようでした。その後、三船美佳さんと神田正輝さんが会見を開いた上で完全にお互いの交際を否定していましたね。記者はホテルの証拠写真があると証拠写真は持っていないままで情報を持ちかけて、あらゆる情報を引き出そうとしたのですが、三船美佳さんが証拠写真を見せてほしいと言ったところ、記者が証拠写真はないと言ったことを白状し、謝罪に至っていたようです。本件については神田正輝さんが笑えない、悪意を感じると怒りコメントをしています。三船美佳さん側も大迷惑だとコメントしています。さらに三船美佳さんと神田正輝さんは仕事以外で会ったこともないようでした。数々の女性と関係をスクープされていますが、再婚しなかった理由は松田聖子さんとの子供である沙也加さんが結婚して幸せになるのを見届けるまでは自分が幸せになるのはおかしいと言った親心からだと推察できますね。調査していくと、モテる男性である神田正輝さんというイメージ像に関わらず、非常に硬派な付き合いや交際内容で最高の父親であり男性であることが浮き彫りになりました。そんな神田さんですが、急激な体調の変化に注目が集まるようになり、これまで健康診断を受けてこなかったことが明らかになりました。その理由について神田さんは以前から、病気が発覚したら医者の言うことを聞かなきゃいけないから、病気が発覚しても身体にメスを入れず余生を全うしたいからと語っていたそうです。復帰した神田さんですが、スタッフによると休憩時間中は喫煙室に行きタバコを味わうように吸っているそうです。深いため息をついたり至福の時間を過ごしているように見えるのだとか。しかしそれが体に良くないのは明らかで、誰も止められないもどかしさをスタッフは感じているようです。一方で以前よりは元気になったと感じることもあり、スタッフは複雑な心境でその姿を見守っているそうです。番組に復帰した神田さんですが、視聴者からは様々な声が上がっています。痩せすぎた姿を見て不快感を訴える人もいれば、高齢になった神田さんに無理をさせるべきではないという意見もあります。また共演者への態度が厳しすぎるという声も一部で上がっているようです。しかし番組制作側は神田さんが元気であることを強調し、今後も司会を続けていく方針を示しています。神田さんの健康状態が心配ではありますが、芸能界の第一線で活躍し続ける姿勢には敬意を表したいと思います。そしていつか神田さん本人から体のメンテナンスのその後について語られる日は来るのでしょうか。2024年4月27日放送の旅情報番組朝だ生です旅サラダで、神田さんが禁断の話題に触れ、スタジオが一時騒然となる出来事がありました。元アイドルで女優の矢吹奈子さんが福岡県久留米市を旅した VTR を紹介する前、神田さんが昔の奥さん久留米と、なんと自身の元妻松田聖子さんの出身地に言及したのです。この勇気ある発言にスタジオは微妙な空気に包まれましたが、レギュラー出演者の勝俣邦和さんが勇気ある発言ありがとうございますとツッコミを入れたことで一転爆笑の渦に。
神田さんも変なとこ行っちゃったなと苦笑しつつ、別に変なことじゃないでしょと開き直りました。さらに松下奈緒さんから、神田さんから発信でしたからね、誰も言ってませんと追撃されるも、神田は笑顔で受け流しました。 VTR 終了後、久留米の印象についてコメントする場面では、神田さんは僕黙っていますを連発し、スタジオを再び笑いの渦に巻き込みました。今後も神田正輝さんが元気な姿を見せてくれることを期待したいところです。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。